柳達斎とは、江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎の門人、政府省、名和正幸、通称半次郎、万、納治め半次とも呼ばれていた。達斎、柳、龍花園などと合す。江戸の生まれで神田湖柳町と深国町で家主をしていたという。はじめは、林派の俵や総理に絵を学び、柳居の語を譲られた。その後に、北斎が、 神聖と名乗っていた時期に入門し、真の一字を譲り受けて、それらを画稿として使用している。作画期は、完成後期から文政前期にかけてで、主として強化すりもの、強化本、特本の差し絵、錦絵及び、肉筆美人画を描いた。また文化文政期には、経済永世が描いたようなランジマ街の枠をつけた風景画を描いており、 花模様や中国風の模様枠をつけた江戸名所の風景画も描いている。北斎の影響を受けた洋風描写による陰影遠近の際だった風景画、大見八景八枚組のほか、肉筆美人が約十点が知られている。達斎の西絵は、大見八景シリーズを除いて大半が無感であるが、遠近法や陰影法を使用した独特な洋風風景画である。 その一例として、大見八景石山秋月が挙げられる。また、無関の大場西京、大橋では遠近法を使って、両国京都隅田川対岸の絵工院を描いている。西沢一方町の電気作書、企業文奏に収録されている、何は見上げ月名残には、文化九年に、達祭と、四方歌書が共に京都と大阪を有歴するという内容の記述がある。 ありがとうございます。